日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンで買ってきたブラウニーやケーキ、そしてわらび餅にヨーグ、あとセブンイレブンの商品じゃないんですけど、グリコのビフェックスヨーグルト、ほんのり甘い脂肪ゼロを食べたいと思います。今日もいろいろ食べていきますよ。焼いたお菓子、果たしてどんなもの、どんな甘さが広がってくるのかな。今から気になってきました。それでは早速こちらのわらび餅に代表として顔を出してもらいますね。なんだろう、これを見る限り個包装で食べやすい形になっていますが、ちょっと、切りやすくするためにはちょっぴり目立ってますね一部。それでは、中から黒蜜入りのプルプルが出てきたところでいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの黒蜜わらび餅は、口の中で噛んだ瞬間に黒蜜のちょっとコクのある甘さが口の中でむにゅっという食感のために広がってきて、甘さをたっぷり感じることができました。次に食べたこちらの生チョコブラウニーサンドは、クッキーの中にサクサククッキーの中にザクザクのブラウニーが挟まっていて、音と食感を非常に楽しむことができたのですが、ちょっとでかすぎてボロボロ崩れて食べづらかったのが残念です。その次、そのチーズケーキは濃厚なチーズが噛んだ瞬間に口の中でブワーッと広がってきて、ねっとりとした食感とともに楽しませてくれました。続いて、まあ、この2つはいっぺんにしましょう。こちらの和ブラウン、世にも美味しい和ブラウニー、白桃とレモンともに薄めで少し、一口サイズの食べやすい、いや一口じゃないと、どちらもさっきのチョコサンドよりは薄めで食べやすい大きさのブラウニーに、レモンや桃のジャムがやペーストが使われています。噛んだ瞬間にレモンの酸味や白桃の甘さが口の中で広がってきて、かなり強く感じることができました。あとサクサクとした食感も良かったです。でこちらのクリームシフォン、クリーム系のシフォンケーキにしては珍しく、ちょっと食感があってしっかりとシフォンケーキ生地の、ちょっともっさっとしたような食感も味わうクリームとよく合っていて美味しかった。クリームはかなりさっぱりしていて甘さ控えめなので、あまり甘くないクリームが好きなのであればぜひ食べてほしい。でこちらのビフェックスヨーグルト、ほんのり甘い脂肪ゼロは、本当に甘さがちょっと後から追いかけてくるぐらいわずかですけどあって、他に余計なものがない分甘さを感じる、それを感じることができます。うまくしたら真ん中の表。では今回食べた中だと、こちら世にも美味しい和ブラウニー2種が、どちらも中に入っている果物の調味料の味と外側のさっくり生地の相性が良くてとっても美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。
それでは新年に血が流れるかこの家に、いやいや流しちゃダメ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。